ランカスター伯、エドマンドの紋章初代ランカスター伯爵エドマンドは、イングランド王ヘンリー三世の次男。ランカスター家の祖ともみなされる。クラウチバックの異名をとる。1245年1月16日に、イングランド王ヘンリー三世とその王妃、エリナー・オブ・プロヴァンスの間の次男として生まれる。兄に、イングランド王エドワード一世がいる。1254年に、 不応ヘンリー3世は、ローマ教皇グレゴリウス9世への意向に従って、エドマンドをシチリア王に即位させようとしたが、そのためにはシチリア王位継承戦争に莫大な資金を投入しなければならず、その負担への不満が1258年のオックスフォード議会で改革派諸公が、国王にオックスフォード条項を叩きつける原因の一つとなった。結局エドマンドは実際に、 シチリア王として君臨することはできず、1263年には、シチリア王退位を宣言している。1265年には、第二次バロン戦争で敗北した第6代、レスターハクシモンド・モンホールのレスターハク領を受け、レスターハク位を受けた。また、レスターハクの名優だった第6代ダービーハク、ロバート・ド・フェラーズのダービーハク領も獲得した。 さらに1267年6月30日にイングランド北西部ランカスター地域に莫大な所領を与えられ、ランカスター伯爵に譲された。これがランカスター家の創始となった。さらにフランスのシャンパーに伯領も獲得した。その所領はダビー、スタッフォード、レスター、ノーサンプトン、トレント教国書地域を中心とし、加えてランカジャーからヨークシャー沿岸、 南ウェールズからスコットランド国境地帯までに及ぶ広大なものとなった。1277年と1282年にはアニオエドワード一世に従ってウェールズ侵攻に従軍。1286年から1289年のアニオ不在時には摂政としてウェールズの反乱の鎮圧に当たった。カスコーニュでの従軍中の1296年6月5日に バイオンヌで死去した。灼位と所領は、長男のトマスが継承した。クラウチバックの異名を取っていた。この言葉は、猫背を意味するが、実際に猫背だったわけではなく、1271年に、兄エドワードと共に、第8回十字軍に参加した際、背に十字架を背負ったことからついたあだ名であったという。1269年に、オマール女白爵アブリーヌと結婚。 彼女との間に子供はなく、1276年には、フランス王ルイ9世の弟アルトワハクロベール1世の娘ブランシュと再婚。彼女との間に、以下の三男一女を設けた。ありがとうございます。